デビルメイクライ。は？は？おい！荒れてるわね。合言葉なしの客だった？それどころかただの間違い電話さ。たシックスさんのお宅はそちらですか？と来たもんだ。どうやったらそんな変な名前のやつと間違えられんだか。シックス、なんだか偽名っぽい響きね。案外本当に事件か何かだったんじゃない？だったとしても悪魔絡みじゃなきゃお門違いさ。まあ今なら暇つぶしできるなら何でもいいか。近頃は本当に閑古鳥もいいところだものね。今ならあの子からの依頼だって喜んで受けられそうよ。おいおい、あの子ってレディーのことか？まあいっそのことただ働きでもいいんだがな。ダンテ、それにイトレシもいたのね。ちょうどいいわ。あなたたち仕事を頼みに来たのに。噂をすればなんとやらだ。噂？いや、こっちの話さ。で？とある町の外れにある戦国遺跡って場所、知ってる？さあな。あいにく考古学者じゃないもんでね。これといった見どころもないごく普通の遺跡だったんだけど、近頃そこに厄介な悪魔が住み着いたの。もうすでに見てきたような言い草ね。そいつの名前はシックスといって。シックスだと？何？どうしたのよ。いや、悪い。続けてくれ。ええ。シックス、通称6番目の悪魔。通りがかった人や動物をどこか知らない場所へと連れ去ってしまう。そんな風に噂されてるわ。どこか知らない場所ね、うん、それはひょっとして魔界のことか？いえ、それは違うみたいけど。もっとはっきり言ったらどう？あなた、その世界とやらを見てきたんでしょ。引きずり込まれそうになっただけよ。避けた空間の向こう側、私たちの世界によく似たどこかにね。うん、つまりそのシックスってやつは親切な運転手ってわけだ。ちょっとした骨休めに無理やりご招待ってか。どうするのだって。さっきの電話といい、少しきな臭く思うけれど。ただで観光できんだろ。俺に乗らない手はないさ。それに直々にご招待も受けたみたいだしな。よくわからないけど引き受けてくれるのね。ありがとう。報酬にも色をつけておくわ。ちょっとどうしたの？そんな誠意を見せるなんてあなたらしくないじゃん。あなたは私を何だと思ってるの？うん、それと今回の依頼には私も同行するわ。いやまあそりゃ構わないんだが、いいのか？見たところボン、あれも持ってないみたいだな。今は修理中よ。心配せずとも足を引っ張ったりはしないわ。まあそういうことにしておきましょうか。よし、なら善は急げだ。ダンテ様ご一行、異世界一泊二日の旅、始まり始まりってな。真田幸村の兵だ。楽に通してくれそうもねえな。だって
尋常に勝負勝負だって正宗真田雪村よう久しぶりだな真田雪村俺が竜王となるためにはあんたを下げては通れねえそれはこの雪村とて同じそれがしだけの風林火山は紀念を超えた先にありいかがなされたか正宗殿貴殿の力はこのようなものではないはずまるで何か思い患っているかのようなああ悪いちょっとばかり南の様子が気になってな南正宗殿それはもしやああ第六天魔王織田信長魔王のおっさんのことだサスケからも報告を受けているもとより苛烈なる御仁として名を馳せてはいたが昨今の暴虐ぶりはまさに悪鬼そのものであると小十郎も言ってたぜ村も砦も焼け野原まともに残っちゃいねえってな俺も今から直接確かめに行こうと思っていたところさならばお気をつけあれば侍殿それがしが知る限りでもすでに二人魔王に下る道を選びし強者たちがいるはあ、それはどこのどいつだ京極浅井家が当主浅井長政殿そして采配の将毛利元就殿にござるは正義の軍勢だぞではいかに宝を積み上げようと貴殿らのごとき愚劣な悪を見逃すはずがないであろう命乞いは悪蹂躙こそ正義なり我が包囲網より逃れられるとでも思ったかおお、これは毛利殿我が名は毛利元就焼け焦げよう愚かしきとあざけるならばそれもまたよかろうさらばだ日輪よ我ら第六天魔と共に行く。うん、賢き正義の人よ。さすがだな。うん。戦場にて同胞を支えるのは当然のことよ。ではここは一つ。どちらがより多くを狩るか、競おうではないか。よかろう。我が采配の妙、とくと見るが。実に見事な農民狩りですね、お二方。あなた方をお迎えして正解でした。これを明けしとろ。兄者のためならば何のこれしき。魔王は我が盟友にして主。ならばこの地方。
存分に用いるがよ。ええ、ありがたく。信長公もさぞやお喜びでしょう。さて、私も宴を楽しむとしましょうか。ね。おっと。魔王さん、明智さん、あんたら一体どうしちまったんだよ。確かに元からみんなに怖がられてはいたけど、ここまでひどくはなかったはずだろう。それに毛利さんや浅井さんだってなんかおかしい。誰かお助け。神様、仏様。今出たらヤバいのは分かってるけど、ダメだ、これ以上見てられねえ。これは前田殿。我らにあだなす者に死を。わっと、一体何者だい。いきなり後ろからなんて随分と物騒だね。それに怖いくらいに冷たくておっかない目だ。名前聞かせてもらってもいいかい。我らにあだなす者に死を。参ったね、こりゃ。ダンテはなぜ来ない。ダテ、それって独眼流のことかい。いや、確かに知り合いではあるけど、ここに来たのはあくまで俺の意思だよ。ダンテと共にこれを取り戻しに来たのか。それ、孫一の大絶。あんた一体孫一に何をしたんだ。答える気はないって顔だね。あんたが何者かは知らないけど、絶対に口を割ってもらうよ。わっと。やばい、普通じゃないね。貴様も人間にしては骨のある男だ。人間にしては、それって一体どういう。おい、邪魔だ。おお、ようやく巡り会えたな、噂の強者黒騎士とやら。このような異界の奥に身を潜めていたとは想定外だ。異界だって。貴様がバジル。よもやダンテが連れるより先に貴様と相まみえようとはな。ほう、俺ややつのことに妙に詳しいようだな。バジル、我が宿敵、我が存在理由。ちょっと待った、俺を無視しないでくれっての。噂以上か。貴様をほふるためだけに私は生を受けたのか。何を言っている。一つだけ教えてやろう。スパーダの地の片割れよ、
私の力はかの英雄にすら匹敵する。スパーダ並みの力だと思い上がりも甚だしいな。すでに私は達しているのだ。貴様が望みし領域に、もはや貴様に用はない。偽りの後継者よ。おっと、逃げるのか弱者が。ちょっと、おい兄さんたち、一体何者だよあいつらは。魔王さんの軍がおかしいのと無関係とは思えないけど、と、そうだ、正直何が起こってるのか全然わかんないけど、もし孫一の身に何かあったんだとしたら、くそ、無事でいてくれよ孫一。気取りにしちゃえらく半端だな。いずれにせよ竜王を語るってんだら放っちゃおけねえ。おいおい、ついて早々これかよ。休む暇もありゃしねえ。ま、トリッシュたちも迷子みたいだし、しばらくは観光としゃれ込みか。わけのわからんことをぶつぶつと。貴様何者だ、何を名乗れ。だからさっきから言ってんだろう、ダンテってな。ダンテだぞ、己やはり徳川流の手の者。もろともかかれかかれ。やれやれ、少しばかり痛い目見ても恨むなよ。入り混じってやがんな。お前はそう、悪魔だ。お前はどうだ、人間。人間、人間、悪魔。ふぅぅ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 さて、お次はどうかな。そう、悪魔だ。今度もまた悪魔。ふぅ、悪魔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 。お前はどうだ。あ、人間だ。フォロー撤退。
出てろ。やれやれ。それにしても人間と悪魔が肩を並べて遊んでるってな、一体何の冗談だ。セイッター、よう会いたかったぜ銀髪野郎。俺の伊達の名を語ってるってのはあんただな。あいにくだが俺は俺だ。誰かの真似をした覚えはねえ。なんてパワーだ。お前が誰かは知らないが、俺と遊びたいんだろう。いいぜ、誘いは断らない主義でね。さあ楽しもうぜ。上等。うめえ。うめえ。どうして楽しんでるか。どうしたんだ、遊んでくれるんだろ。おれ、そう焦りなさんなって。楽しいね。この日の元にまだこんな奴が隠れていやがったぞ。ここは日の元ってのか。聞いたことのない名前だな。ま、単純に外国ってわけじゃなさそうだ。よそいとは随分余裕じゃねえか。マグナ！悪いな、少しばかり力が入りすぎちまった。さあ、もういいだろう。俺の方にも用事があったら。待ちな！まだ終わっちゃいねえ。俺が竜王であるために、くじけた奴らに示すために、何度でも立ち上がるのが俺の役目だ。剣が六本、まさかお前がシックスなのか。いや、あいつからは悪魔の気配がしない。それにあの目は。おいお前、目的は何だ。やっぱり悪魔退治か。デビル、魔王のおっさんのことか。それもなくはねえが、それだけじゃねえ。誰もが光を目指せる天下、そいつをつけるためだ。光ね、それはよくわからないが、要は誰かのためってことか。それはバカでかくていい夢だ。あんた気に入ったぜ。お前名前は。独眼竜王伊達政宗。伊達だと。なるほどな、そういうことか。まあこれはあながち俺がここに来たのも偶然じゃないかもしれないな。おい何を言ってやる。いたぞ独眼竜と誠の客だ。囲め囲め。シッ、囲まれたか。マナーのなってない連中だ。ウォークダンスは1対1でするもんだぜ。おい待て。この誠の客。シッ、なんだこいつら。誠の客だと。あのいたずら電話、お前たちの仕業か。まるで人間じゃねえみたいな。知らないのかと思ってたが、よく分かってんじゃねえか。あんた何を言って。うん、まさか悪魔、これが。ああ
こいつらの親玉を倒すのが俺の仕事でね。じゃあな、生きてたらまたどっかで会おうぜ、マサムネ。いや、待ちな。あんた、名前は？ダンテ。伊達じゃないから間違えんなよ。ダンテ。俺によく似た名を持つ男。弱者か。そう呼ばれるほどの醜態を今さら晒すことになろうとはな。やはりまだ足りないのか、受け継ぐべき力。そして早いこと風のごとくなり。道に迷ったでござる。それがしとしたことが不甲斐だし、魔王殿の邪智暴虐、まずはこの目にて確かめねば。しかし尾張まであとどれほどであろうか。そこな武人殿、いかがなされた。何やら深手を追われている様子。お待ちなされ、それがしがすぐに手当てを。この手傷は俺の弱さが招いた当然の報い。人間の手を借りてまで埋めようとは思わん。何故そのようなことを。友人って支え合うは決して恥にはござらぬ。貴様のような千なき者には分からぬことだ。どけ。おわ、またれ武人殿。この雪村、貴殿の事情は存じ上げぬが、何やら死に急いでいるようにすら感じる。そんなつもりはない。力なき時を歩むことがただ無価値であるだけだ。己の力でただ一人修羅の道を歩まれると。そうだ。武人殿、強さとは断じて一人では成り立たぬもの。磨き合う好敵手、温かき師、そしてかけがえのなき友、その者たちを助けなくして高みに至るなどありえること。そう、それがしは思いまする。ほう、この俺に強さの何たるかを説くか。いいだろう、ならば示してみせろ、貴様の誇る力とやらを。うわっ、くらい。この御神、できる。しかしまだまだ。親方様より受け継ぎし、この魂今こそ熱く燃える時。うわっ、うわっ、魂か。それがどうした。なんという瞬きの技。この速さ、石田殿や上杉殿に勝るとも劣らぬ。どうした、この程度か。まだまだ大劣化。甘い。しまった。ひな鳥から学べる強さなど何もない。時間の無駄だったな。答えろ、なぜこの左腕を狙おうとしなかった。それは万が一にでもそれ以上悪化させてはと。
貴様のそれは美徳ではない、ただの弱さだ。痛感しろ。強くあるために情けなど不要だということ。武人殿、早く思い知ることだ。本気で力を求めるならばな。たとえそれが真理だとしても、それがしは、それがしだけの道を。やっぱり見当たらないわね、あなたの武器。仮なんだっけ。ええ、悪いわね、こんなことに付き合わせて。別にいいわ、猫探しよりはまだ可愛げがあるし、特別報酬だって弾んでくれるんでしょ。まあ口止め料も含めてね。ダンテだってとっくに気づいてると思うけどね。愛用の銃もないのにわざわざ私たちに同行しようとする時点で、うん、あなたらしくないんじゃない。大事な商売道具を悪魔に持ち去られるなんて。言わないでよ、私だってそう思ってるんだから。でもあれだけは何としても取り戻さなきゃいけないの。だからお願い、力を貸して。本当にあなたらしくないわね。まあ別にいいけど、でも何の手がかりもなしに探し続けるっていうのにも限界があるわ。やっぱり悪魔の本拠地を目指すしかないんじゃない。そうよね、向こうから来てくれるわけでもなし。孫一、孫一、聞こえたら返事をしてくれ。ちょっとあれ、ちょっといい、そこのあなた。え、うわー、こんな殺風景なとこに見たこともないような格好のべっぴんさんが二人も。今日は薬味だと思ってたけど意外とついてるかもな。あら、ずいぶんと素直な坊やね。坊やなんだかそんな風に言われるのって新鮮だな。俺そんなに子供っぽく見えるかい。私が見かけよりずっと上ってことかもしれないわよ。またまた、姉さん十分若くて魅力的だと思うよ。あら、ずいぶんと口が達者なのね。ダンテも少しくらい見習ってくれればいい、うん、ちょっといい、あなたが持ってるそれね、私の相棒なの。え、悪いけど返してもらえないかしら。いや、これは孫一っていう俺の知り合いのものだと思うんだけどな。そう、素直に渡す気はないのね。できればただの人間を傷つけたくはないのだけれど。おい、ちょっと待った、問答無用。答えなさい、それをどこで手に入れたの。鎧の兄さんが持っていたような、いなかったようなです。はい。じゃあ坊やは悪魔の手先ってわけじゃないのね。悪魔、それは一体何のことだい。人間にとっての忌むべき敵よ。ごく一部の例外を除いてね。坊やは現地の人なんでしょ。何か心当たりとかないかしら。最近魔王さんって人の様子がおかしかったりはするけど。魔王、どうやら当たりを引いたみたいね。もしかしてあんたたち何か知ってるのかい。頼む、教えてくれ。俺はどうしても魔王さんを止めなきゃならねえんだ。その手に持った私の銃とこの辺りの情報、代わりにこちらの事情を教える、それでいいかしら。ああ、恩に切るよ。よ、まずは名前からかしらね。私はトリッシュ、その子はレディ。俺は前田刑事って言うんだ。二人ともよろしくな。ええ、それで信じてもらえるかわからないけれど、私たちはこことは違う世界の住人なの。こことは違う世界。そういえばあいつらも確かそんなことを。何か心当たりがあるみたいね。私たちがここに来た目的はシックスの打倒、6番目の悪魔みたいな意味合いなんだけど、聞いたことある？6番目、第6天魔王ってことか。多分それ魔王さん、いや織田信長って人で間違いないと思うよ。信長ね。その信長の居場所教えてくれない？こっから少し離れた安土城ってところだよ。なあ、魔王さんがあんたらの世界に迷惑をかけたってことでいいのかい。さすがにそこまで人間離れしてるかもしれないけどさ。まあ敵の居場所が分かっただけでも上々よ。
ご協力に感謝するわ、坊や。待ってくれ、魔王さんのとこに行くなら俺も一緒に連れてってくれないか。あなたを？俺、大事な人たちから魔王さんの様子を見てきてくれって頼まれててさ、今行かなきゃきっと後悔する気がするんだ。それにあんたたちみたいなべっぴんさんを危険な目に遭わせたりしたら男が廃るってもんだ。ハンターでもないあなたを連れていく方が逆に危険だと思うけど、道案内には使えるかもね。どう思う、トリッシュ？そうね。近くでダンテが戦ってる。え？ごめんね坊や、話はまた今度よ。え？ちょっと！こういうのって普通両手に花の流れじゃ。孫一！せなや震わせ胸抱き、アケネの国の音。弟の命だけはお助けください、お願いします。ありがとう。せのやしろ兄弟ですか。離れ離れて一千里、あなた離れて逃げろ。エンマ様。明けしたろ。おや、お二方、お疲れ様です。うん。この程度、我にかかればたやすいことよ。兄者に歯向かう悪がまた一つついえたということだな。ええ、そうですね。では急ぎましょう。安土城まで。よう、レストランはここでいいのか？ピザ一枚にストロベリーサンデー、大至急頼むぜ。ああ、そうそう。オリーブは抜きでな。申し訳ありません。ちょっと何言ってるか分かりません。おそらく兵糧を求めているのであろう。我の推測に間違いはない。ああ、お腹が空いているのですね。しかし今お出しできるものといえば、こちらに散らばる生肉ぐらいしかございませんが、それで満足いただけますかな。悪魔のダンテ殿。やっぱりお前らも俺が来るって知ってた口かよ。ええ、信長公にあなたを殺せと言われておりますので。兄者の宿敵ダンテとやら、正義の前に無賛成。策もなしに躍り出た己の愚を深く食いるがよ。発目せよ。悪魔の頭蓋、いい杯になりそうですね。おっと、こいつは厄介だ。悪魔とて所詮捨て駒よ。お前ら三人、悪魔の気配は濃いが悪魔そのものってわけじゃなさそうだ。ええ、そうです。私は人間。人間ですとも。楽しい。ダンテ！こ
伏兵官、小作の真似を。おいおい、遅かったな。二人揃って化粧直しか。ちょっと、野暮用でね。ああ、なるほど。言いたいことがあるなら、はっきりと言ったらぞ。己飛び道具とは卑怯なり。全軍集結、奴らに矢を仕掛けるのだ。待て、浅井。その号令は我のものよ。放て。戦国へようこそ、ダンテご一行様。どうやらこいつらから黙らせた方が良さそうだな。今のはバージル、生きていたのか。もしもこの件、シックスとかいうやつの他にあいつも関わっているんだとしたら。よそ見ですか。どうしたのよ、ダンテ。やれやれ。レディー、トリッシュ、ここはお前たちに任せた。ちょっと、ダンテ。まったく、合流しがいのない男ね。おやおや、彼を取り逃がしてしまいましたね。しかし、個別に戦力を削ぐのもまた一興。我が妻とは似ても似つかぬ、つつましからなる悪名。おのが姿を恥じ、地獄で後悔するがよい。別に見かけをどう言わたって構わないけど、なんだか無性にムカつくわね。周りの人たちを。逃げてごらんなさい。おや、もしやあなたも。いけないいけない、少々血に酔ってしまいました。やれ。切り刻んであげる。気持ちいい。邪魔。これで満足かしら。やれやれ、悪魔だらけですね。ダンテ、いきなりの再会すぎてうまく言葉が見当たらないが、とりあえず兄弟のハグでもしてやろうか。仮に立場が逆だったとして、貴様はそうされて喜ぶのか。いや、似合わなすぎて吐き気がするぜ。まさかお前が生きていたとはな。魔界に親父の故郷に落ちてから。貴様が本当に聞きたいのは俺の近況か。違うだろう。そうだな。じゃあ単刀直入に聞くぜ。
どうして俺たちをこんな世界に誘い込んだ。何を言っている。とぼけるなよシックス。いやその手先さえよ。シックスという悪魔になど心当たりはない。もしそれがあの黒騎士の本名だというのであれば話は別だが。黒騎士だと。よく聞け。だんて俺と貴様の命を狙う者がこの世界に存在する。なんだと。それがその黒騎士だってのかよ。奴は確かに強い。親父スパーダと同格であると吹聴する程度にはな。おいおいマジかよ。貴様では万に一つの勝機もない。無様なる敗北を喫しスパーダの名を貶める前に黙ってこの剣から手を引け。うわ。そこではいそうですかって言うとでも思ったのか。いや言わないだろうな。こうして体に言い聞かせねばならないのは分かっている。何がおかしい。いやまさかとは思ったが。お前身内の心配でもしてんのか。しばらく会わないうちに随分と丸くなって。ざれ言もほどほどにしろ。奴を蹴る。さらなる高みへと至るのはこの俺だ。誰にも譲りはしない。あいにくだ俺も今や一国一城の主でね。依頼は何があっても果たさなきゃなんないのさ。そうデビルメイクライのダンテかな。
あれ、二人ともどこ行ったんだろうな。おーい、べっぴんの姉さんたち。おかしいな、この辺だと思ったんだけど。お、なんだ、今日はやけにべっぴんさんが多いな。こんにちは。なあ、この辺で二人組の女の人を見なかったかい。見てないか。そっか、ありがとな。どこ行ったんだろうな。にしてもこの刀大きくてぶつかってないかい。ごめんな。なんかいい納刀の方法があればいいんだけど。お、そこの兄さん、あんた納刀がうまそうな顔してるね。いい納刀の方法教えてくれないかい。え、こうやって、こうして、こう。俺、鞘持ってねえわ。ありがとな。ごめんな。なんかこの辺は見覚えのある人が多いな。ってこんなことしてる場合じゃない。どこ行ったんだ、べっぴんの姉さんたち。正宗殿。真田幸村。あんたたちは風来坊か。前田殿まで。あんたらとこんなところで出くわすとはな。今ここにいるということは、お二方も打倒魔王。そう、それなんだけどさ、二人ともこの辺で二人組の女の人を見なかったかい。なんだ、シワ喧嘩か何かか。前田殿、世の混乱も著しき俺にいささかハレッチリすぎよ。違うってな。魔王さんがおかしくなったのと関係ありそうな人たちだったんだ。何その話、詳しく聞かせてもらおうか。その人たちは違う世界から来たって言ってた。違う世界にござるか。ああ、何でも魔王さんがその人たちの世界に迷惑をかけて、それで倒しに来たって。あと魔王さんのことを悪魔とも呼んでたよ。悪魔とやらなら実際に俺も目にしたぜ。魔王のおっさんの軍勢に紛れてやがった。あんたの言うことが事実なら、俺が出会ったあの金髪の男も異世界のやつとやらなのかもな。金髪、あるいはそれがしもその御仁に巡り合っているやもしれぬ。やる、かなりの敵像は追ってはおられたが、是が非でも戦い抜かねばならぬ、そんな強い意志を感じた。多分その人俺も見たよ。でかい鎧の兄さんと切り合ってたんだ。今思えばあの二人のどっちかも悪魔とか言うのだったのかもな。到底信じられぬ話ばかりにござる。お二方、少しばかり話をまとめさせていただきたい。今この日の本は悪魔と呼ばれる未知なる存在に脅かされていて。おそらく魔王のおっさんもグルだ。近頃様子がおかしいってのもそのせいだろうな。そんな魔王さんを倒そうと考えている人たちも何人かやってきてる。それも違う世界から。そんなところだね。気に入らねえな。何がでござるか、政宗殿。わけのわからねえ連中に好き勝手されてるってことかだ。この世界はこの世界に住む俺たちのもんだろう。それはその通りにござるな。じゃあどうするってんだい、独眼竜。決まってる。魔王のおっさんにお仕置きしてやるのさ。異世界の連中とやらに先を越される前にな。まあそうなるよな。だったら3人で一緒に行かねえか。それはこの場にて同盟を組むということにござろうか。ああ、相手がよくわからない連中ならみんなで一緒に行った方が心強いだろう。確かに今は手を組むべき時であると、そう強く感じる。まあ足を引っ張り合ってる場合じゃねえのは確かだな。オーケー、その話乗った。ではここに我らが三人、龍虎歌舞伎同盟結成ってね。毛利殿。なんだ、
兄者は一体どのような沙汰を下されるであろうか。案ずるな、浅井。まことの客、ダンテとその手勢を取り逃すとは確かに失策と言えようか。我らはすでに重鎮、いたずらに罰を下すほど織田の領権も狭くはあるまい。はあ、そうだな。人情に厚い兄者のことだ、きっと。そうだ、兄者を是が非でも浅井レンジャーの一員に。その通りですよ、浅井殿。明智殿、兄者は何と。一度や二度の不覚を咎めはせぬ。次こそは確実に奴らを仕留めればそれでよいとのことです。おだめ、さすが我が惚れ込んだ男よ。うん、兄者こそ絶対正義の男なり。ええ、しかし気を引き締めなければならないのも事実。あのダンテが調子づいてここ安土城まで攻め込んでくるやもしれませんからね。あなたにも今一度働いてもらいますよ、黒騎士殿。もちろんあなたの兵にもね。分かってる。河野ご友人たるあなたの腕前見せていただきましょう。一番手柄を譲る気は毛頭ありませんがね。三井手様、ご報告いたします。どうしました。信長公にあだなす輩が3人城門へと押しかけている模様です。3人ね。ダンテとその仲間の女たちですか。いえ、どうやら独眼竜に武田の若殿、それに前田の風来坊という顔ぶれだとか。それは少々予想外ですね。まあダンテに比べれば取るに足らない相手ではありますが。だが見過ごすわけにも行くまい。この機に常時ダンテが仕掛けてくる恐れもある。それに誠の客とやらはもう一人いるのであろう。確か黒騎士殿が追い払ったというバージルだったか。ええ、そちらが潜り込んでくることも考えられますね。では迎撃準備を整えるとしましょう。伊達、真田、前田、誰か一人でも仕留めてみなさい。はあ、承知いたしました。さあ行きましょう。すべては信長公の御ために。おお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 おどうした毛利殿。貴様に一つ策を授けておく。ん？耳を貸せ。これが本当に悪魔とやらなのでござろうか。それがしにはどう見てもただの人間にしか。ああ同感だ。だがどうやら見た目じゃわからねえらしい。よっ。いや、本当に普通の人も混じってると思うよ。見覚えのある人、都市の知り合いも何人かいるんだ。なんと、つまり悪魔ってのは人を操ったりもできるのかもしれねえな。揃って目がうつろなのもそう考えればうなずける。おのれ、なんと面妖な。数が多すぎる、このままでは。弱音を吐くとはらしくねえぜ。
真田幸村分かっておる。しかしあれよっぞなあ二人とも、ここは俺に任せてくれないか。前田殿、正気か。ああもちろんだ。俺都市と松姉ちゃんに頼まれてここまで来たんだ。織田軍の様子がおかしいから様子を見てきてくれってさ。前田殿、この人たちがもし悪魔ってのに取り憑かれたりしてるんなら、俺はこの人たちを見捨てたくない。都市たちに代わって助けてやりたいんだ。あんまり遅れるようだと先におっさん倒しまぜ。大丈夫、必ず追いついてみせるからさ。前田殿、どうかご分を。天下の風来坊前田慶次、おっ一世一代の大舞台、一元三毛常連さんも寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。はっ、おっ、はっ、よっ、やあ、戦の花と恋の花つづって通るが恋の道ってね、まだまだ。あっ、おっ、おっと、孫一の大筒？いや違う、やっぱりあんたたちか。助かったよ、ありがとう。まあこれを拾ってもらった借りくらいは返さないとね。今回のあなた随分と主張じゃない。そういうのいいと思うわよ。はあ、やだやだ、らしくないわ。いろんな意味で坊や、人に化けた悪魔は私たちが相手するわ。残りを説得するかどうかはあなたの自由よ。え？さっきの話聞いてたの？耳はそれなりにいいの。さあ、遅くならないうちに終わらせましょうか。ヘッカー！ヘッカー！あれを頼んだぜ。こういう使い方もあるのよ。前田殿は無事にござろうか。まあ特に問題ないだろう。少なくともこういう晴れ舞台でしくじる男じゃねえさ。それはそうでござろうが。心身しろ真田幸村、そろそろ厄介な連中のお出ましだぜ。あんたは？よう、またあったな、正宗。こんなとこにいるってことは、ズバリ迷子か？
秀は違う、あの時の御仁ではない。しかしよく似ている。なんだお前、兄貴に会ったのか。そりゃ運が悪かったな。堅物で面白みのないやつだったろ。武人殿、貴殿は一体…立て！あんたが異世界から来たってのは本当か？よく知ってんじゃねえか。ほんのわずかの間に俺も有名になっちまったもんだ。狙いは魔王のおっさんなんだろ。悪いが俺らの世界であんたらに好き勝手させる気はねえぜ。だったらどうするか。答えは決まってんだろ。ああ。レイス！ふえ！ゴー！ディンガー！何やら通じ合っておられる？なに？要は早い者勝ちってことさ。簡単だろう。誰がより早くあの世へたどり着けるかの勝負ですか。貴殿はお待ちしておりました。ダンテ殿、そして有造無造のお二方。明智光秀か。あんたの主人倒しに来たぜ、この独眼竜王がな。それはそれは、遠路はるばるご苦労様です。そこの後ろの鎧野郎、お前が噂の黒騎士か。ダンテ、我がもう一人の宿敵、定めの男。初対面でそう言われても反応に困るんだがな。まずは文通からしてみないか。読まずに破り捨てちまうけどな。敵を目前としてのこの余裕、まるで政宗殿のようでござるな。おいよせよ、さすがにここまで能天気じゃねえ。黒騎士殿、耳を貸さぬのが吉かと。彼はどうにも誘い込むのが得意な様子なので。かの男に骸の義務を、我らにあだなす者にしよう。それを聞いて安心しました。さて、そろそろ宴を始めるとしましょうか。何の！そうたやすくほぐられはする。数ならばこちらが有利。ははは、それはどうでしょう。毛利元成。その者たちは魔王と共に攻め滅ぼした。民草どもの生き残りを人質程度の役には立てたのだ。これらも本望である。なんという非道。毛利殿、すぐさまその者を解放せよ。よかろう。ありがとうございます。ありがとうございます。旅襲の身より解き放たれし幸運に感謝するがよい。無理！おのれ！なんと卑劣だ！何を憤る。解放を望んだのは貴様であろう。許さぬ、許さぬ。貴殿だけは絶対に。我を憎むか。それもよかろう。その覚悟があるならば我を追ってくるがいい。おい、あの様子じゃ無事に済みそうにないぜ。 No problem。 ここでくたばる男じゃねえさ。あの赤いやつが言った方、
あっちからも強い悪魔の気配がする。助けに行きたいって思ってんだろう。なあ、まさむれ。じゃあ、別コースと行こうぜ。オーケー。せいぜいあんたも生き延びろよ。そして、すべてが終わった暁には、あんたと俺のエキストラマッチだ。そいつはまた一つ楽しみが増えたな。おやおや、仲間を七から遠ざけるとは随分とお優しいのですね。別にそんなんじゃないさ。ただ少し応援したくなっただけだ。応援ですか。もしもこの世に悪魔なんて存在がなかったら、もしもそんな世界に生まれていたら、俺もあんな風に生きてたのかなって、そう思っただけさ。親近感ですか。羨ましい。そんなことよりも、黒騎士とやら、お前を倒せば地団駄踏んで悔しがってくれそうなやつがいるんでね。悪く思うなよ。それは俺の獲物だと言ったはずだ、ダンテ。お前、あなたは？バージル。ようやく会えたな、黒騎士。今度こそ貴様を葬る。二度の失態は犯さん。弱者ごときに今さら何ができる。何？貴様ら兄弟を葬ることは私の使命だが、もはや貴様との格付けは済んだ。今はダンテだ。貴様！振られちまったな、バージル。ではお嬢さん、私と一曲踊っていただけますか。逃がすか。おっと、あなたの相手はこの私が。あなたがバージル殿ですか。これは一石二鳥です。邪魔をするな。細切れの死を迎えたいか。それはご勘弁いただきたい。生きてやり遂げたいことはまだ山のようにありますので。なぜあのようなものに加担する。貴様が何者であれ、あれがまともでないことくらいわかるだろう。なぜでしょう。あ、彼も一応仲間だからでしょうか。人間とはこのような時、互いをかばい合うものなのでしょう。さてな。それと親近感でしょうか。ほう、まるで殺しという名の喜びしか知らない。ほんの少し前の私を見ているようでしてね。失せろ。さて、悪魔狩りといきましょうかね。こっちですよ。お疲れ様。やりますね。まだです。貴様の筋は人間にしては悪くない。たとえ悪魔の力を借りているとしても。ははそれは光栄。だがこうして刃を交えればわかる。貴様もまた強さ以外の何かを第一に置くものであると。何ですって。どういうことです。何かを得るためだけに力を欲している貴様が。
力そのものを求める俺に叶う道理などないということだ。それの何がいけないというのです。私は必ずや人に。何？貴様も所詮ダンテと同じ出会いか。何ですって？ならばもう用はない。私は人に。死ね。私はまだ死ぬわけにはいきません。こうこの手でお守りせねば。誰にも渡さない。たった一人の中心として。あいつとはもう戦ったみたいだな。バージルが負っていた左手の傷、あれもお前の仕業か。その通り、奴は私の眼前より何ら恥じることなく逃げ去った。おっと、あいつがね。ダンテ、兄を破った私が憎いか。いや、むしろありがたいくらいさ。で、どうだ、俺との戦いは楽しんでるか。期待外れた。こんなものを倒すためだけに生み出されたなど悪い冗談だ。生み出されただと。そうだ、あの方によって作り出されたのだ。かの裏切り者、スパーダのかけらを元としてな。親父のかけらだと。なるほど、道理でえらく強いわけだ。子が親に逆らえぬように、貴様は私にかなわんと。おいおい、どうしてそうなるんだ。仮にだ、俺が親父にかなわなかったとして、それとお前に勝てないってのは別問題だ。だってお前は親父じゃないんだからな。減らず口が。闇と炎の狭間よりいざ舞い上がれ、最終
正義と、あんたは鉄拳即断、口を挟むは悪である。浅井長政、そういやあんたもいたんだったな。毛利殿の策、かっこ撃破にまんまとはまった気分はどうだ。独眼竜よ、観念して潔く縄につくがいい。お断りだ。まだ俺は何も成し遂げちゃいないんでな。黙れ、血に溶かしてから後悔するがよい。独眼竜、貴殿は悪。正義のための犠牲は当然のこと。天空熱衝撃、はびこる悪を駆逐する、それが私の使命。浅井長政、あんたなぜ魔王に従う。これはいいなこと。兄者の身内である私が力を貸さぬ理由などあるまい。おっさんのしていることには目をつむってか。兄者の行いだと一体何のことだ。おっさんによってどれだけの罪なき命が奪われたか、知らねえとは言わせねえぜ。何を言うかと思えば、単に聞き分けのない民を削除しているだけであろう。そのようなこと、貴殿に責められる言われなどない。ぬれ、デビルのせいでおかしくなっちまってるのか、それとも元からそういうやつなのか、後者とは思いたくねえんだがな。私の人格まで貶めようとするか。なんたる悪、その無駄口即刻削除。おむっこん即さ、一つだけ聞かせな。今の土地狂ったおっさんに協力すると決めたとき、あんたの嫁、魔王の妹はどんな目をしていた。いつだと、愚問だな。当然英断を下してこの私を叩いていたり。ちょっ、なぜだ、なぜ貴様がいつと同じ目をしている。どこか私を責めるような、哀れむような。そりゃそうだろう。旦那が間違おうとして喜ぶやつなんざいやしねえ。間違い、私が。あんたはその目に闇を宿した。誰にも許されねえ闇をな。俺が今から確かめてやるぜ。それがあんたの本性なのか、デビルのささやきなのかをな。 Go to Lightning Tomorrow! 悪流め、鼻の近い、私は何ということ。で、すまぬ正義の民だよ。私が愚かであった。安心したぜ。第一声がそれでな。独眼竜、私を目覚めさせてくれたこと、心より感謝する。礼なんぞいらねえさ。俺がやりたくてやっただけだからな。あんたは悪魔ってやつに心を犯され、利用されていた。それで間違いないな。おそらくは毛利殿や兄者も。やっぱりそうか。しかしそれを言い訳にはすまい。私はもはや取り返しのつかない悪だ。かくなる上はなぜ止める独眼竜。あんたにはまだ待ってるやつがいるんだろう。そいつにまで背を向けていくなんざ、この竜王が許さねえ。
あんたはどん底から這い上がり、そして誰かの光となれ。あんたがなすべき償いはそれだけだ。ようやく追い詰めたぞ、毛利殿。覚悟を召されよ。追い込んだ、誘い込まれたの誤りである。つまらぬ情に溺れた己を悔いるがよい、真田。毛利殿、一つだけお約束いただきたい。もしそれがしがこの者たちを見事打ち倒した暁には人質らに手にかけることなく解放すると。なぜ我がそのような約定を結ばねばならぬ。第一、この囲みを抜ける手立てなど貴様にあるはずもあるな。もうダメだ、おしまいだぜ。あずだ、それがしが必ずや助け出してみせる。愚かな、かかれ。負けられるわ。人は石垣、人は堀、情けは味方。この日の元の民はそれがし真田幸村が守る。燃えよ二層、吠えよ爆炎。真田幸村、少しは使える駒であったようだな。毛利殿、約束通りみんなを。よかろう、今の貴様を討ち果たすのにもはやこの者たちなどいらぬ。助かっただ。これで村に帰れるべ。ありがとうございました。おけがは、おけがは大丈夫だべか。そなたたち、無事でよかった。さあ早く、巻き込まれるところにまで逃げ。だから言ったである、貴様は愚かだと。この者たちは、まさか。そう、人に化けただけの悪魔よ。そ
そんな真実を見抜く技量もなく、ただ踊らされるだけの貴様は実に滑稽であった。毛利殿、痛感せよ。貴様を死に至らしめる者の正体こそ情よ。違う、それは違う。何、それがしがこれまで生きてこれたのも、あまたの情に支えられてこそ。裏切られようと否定されようと、それだけは変わらぬ。あの男、じみたことを言う。最後まで気に食わぬ男よ。なんだ、何が起きた。俺としたことが道を誤ったか。貴殿はあの時の武人殿、武人殿ご助力まっこと片付けない。勘違いをするな。貴様を助けた覚えなどない。その緑の男より漂う悪魔の気配に惹かれただけだ。どうやら洗脳を受けただけのただの人間のようだがな。まことの客が一人。バーチ、我としたことが流れを読み損ねたか。バジル、それがこの御神の名前。これ以上貴様らと交わす言葉はない。立ちはだかる者は全て斬る。ただそれだけだ。バジル殿、それがし真田幸村も続きまするわ。うわなぜだ、なぜ、どこで計算が狂った。毛利殿、貴殿の過ちは情の力を軽んじたこと。温かき情、それにより育まれし熱き魂、それこそが最も強き力なり。我が日人を捨て手にしたもの、それは まるで懲りていないといった顔だな。えめ、むしろ確信いたした。一見甘くされど険しいこの茨道に偽りなしと。なぜそこまで堅くなになれるのか理解に苦しむ男だ。恐れながらこの考えに至ることができたのは貴殿のおかげにござる。バジル殿、なんだと。もし貴殿と巡り合っていなければ、不器用とはいえ
情を交わしていなかったなら、先ほど悪魔と一緒に切り捨てられていたはず。そうでござろう。付き合ってられん。待たれよバジル殿、それがしも共に。手を仕留めきれず誠に申し訳ありません。シックス、いえムンドゥス様。ムンドゥスだと。よくぞここまでたどり着いた、スパーダの血を引き締め者よ。我はムンドゥス、魔界をすべし帝王なり。貴様の父上、スパーダの手により人間界への道を遮られ、早2000年。この時を待ちわびたぞ。憎きスパーダの血を根絶やしとする今この時をな。つまりは全て俺たちのためのツアーだったってことか。その通り。貴様ら二人を逃げ場なきこの地へと誘い込み、確実に命を奪うためこの私すら生み出してみせた。全てはムンドゥス様によるスパーダへの怒りがなせる技。おいおい、ひどい逆恨みもあったもんだぜ。ねえ、そのシックスって呼び名は一体何だったんだ。ムンドゥス様がこの世界に滞在するための仮の名。その地を奪われし、第六天魔王とやらから取ったものだと聞いている。なんですって。お前、信長公があなた方に居場所を奪われた。では私が今まで接していたのは。ムンドゥス様だ。貴様は長らく幸福にして残酷な夢を見ていたに過ぎない。そんなはずはない。信長公、私の信長公、どこですか。答えて、答えなさい。織田信長など存在しない、この世のどこにもな。
ファット、何が起こってる。おい、お前これは天の海。信長公、これは罰、あなたを見失い、そしてそれに気づけなかった私への罰なのですね。信長公、私も今すぐ あなたのおそばへ。ダンテ、何がどうなってやがる。あの化け物じみた瞳は何だ。それが全ての元凶ってわけさ。俺にとってもお前にとってもな。 OK、 大体わかった。我が力の一部を授ける。行け、忠実なる黒騎士よ。スパーダの末裔が奏でし甘美なる絶望にて我がジダを潤すのだ。ゲイ、殺す。ダンテ、貴様を殺す。我らにあだなす者に死を。いけるな、正宗。当然だろ。レッツロック。人の手によって倒されるべき男だった。俺らの歴史をもてあそんだ罪はでかいぜ、化け物ども。貴様らの世界が何だ。我が主の悲願に比べれば塵にも劣る価値しかない。あんた、よう黒騎士、お前まだ気づいてないのかよ。ムンドゥスは言ってたよな、親父の血に連なるもの全てを根絶やしにするってな。それは親父のかけらをもとに動いてる。お前自身も例外じゃないんじゃないのか。さっきそいつはあの化け物から力を受け取っていたが、俺を倒した暁にはボーンと言っちまってもおかしくないよな。用済みってわけか。いかにもありそうな話だぜ。もうそうです。私の使命は貴様ら兄弟を葬ること。なるほどな、これでよくわかったぜ。もしもお前が親父を超える力を持っていたとしてもだ、俺には絶対に逆立ちしたって勝てないってことかな。何を根拠に。簡単なことさ、お前には魂がない。本当に受け継ぐべきスパーダの魂がな。スパーダの魂、それは一体どこに。マイハート。ダンテ、フォーゲット、みんな俺を忘れてもらっちゃ困るぜ。どんだけ大層な使命か知らねえが、一つだけ教えといてやる。人間ってやつの底力を甘く見てると後悔するぜ。そうだな、正宗。2000年前の自称帝王に目にもの見せてやろうぜ。お
気なんだこの貴様様、なんてか二人これ不思議なもんだ。初めて合わせた気がしねえ。その通りだな。正宗、お前がここに来たのもやはり偶然じゃないってことだ。ああよくわからねえが、そろそろフィナーレと行こうぜ、ダンテ。ああ、じゃあな、黒騎士、次は誰かのおもちゃとしてではなく自分自身として生まれてきな。ダンテ。失敗か。まあよい。忌まわしきスパーダの魂、我が最大の障害にして、すべての生けとし生けるものに宿りかねぬ悪夢。確信したぞ、スパーダの息子たちよ、やはり人間などただの一人も残さず消し去るべきだとな。これは、ほう、これもある種の地獄門か。ダンテ、覚えておけ、次は譲らん。ああ、わかったわかった。バジル殿、進む道こそ異なれど、高みを目指す心は同じ。貴殿から学びしこと、決して忘れはいたしませる。どうか貴殿の行く末に風林火山が宿らんこと。おい、せっかくの見送りだぜ、返事ぐらいしてやったらどうだ。さて、それじゃ私たちも帰りましょうか、ダンテ。ああ、ところでお前たち、今まで一体どこで何やってた。雑魚の足止め、これも立派なお仕事でしょ。まあな、少し割に合わない気はするがな。ちょっと待ちな、探偵。俺との勝負はどうなる。約束、忘れたとは言わせねえぜ。ああ、そうだった。トリシュ、その門はあとどれぐらい持ちそうだ。別にあと数秒で消えたりはしないだろうけど、さすがにのんびり戦ってる時間はないんじゃないかしらね。ということだ。悪いな、正宗。また暇を見つけて遊びに来るさ。その時まで勝負はお預けだ。じゃあな。
やれやれ、最後までフリーダムな男だ。全て終わったのでござろうか。ああ、おそらくな。独眼竜、真田の兄さん、無事かい？前田殿。よう風雷坊、大遅刻もいいところだぜ。これでも結構急いだつもりなんだけどな。なあ、これで魔王さんの国、尾張は救われたんだよな。うむ、それだけは間違いない。悪魔なんていうわけのわからねえ連中にのさばらせておくよりゃな。だよな。うん、お後もよろしい大大宴だ。しかし、なんとも面妙な一件にござった。別の天下があるなんて考えもしなかったよ。世の中にはまだまだ不思議なことがあるもんだね。ま、他のやつからすりゃここも立派ない世界なのかもしれねえがな。何にせよ、まずは俺らの世界を味わい尽くしてからだ。そうだろう。ああ、うん、さあ行くぜ、まだ見ぬ光へ。本日は舞台戦国バサラ VS デビルメイクライご感激いただきまして誠にありがとうございます。今年2015年をもちまして、デビルメイクライの方は14周年を迎えました。そしてなんと戦国バサラの方は今年でちょうど10周年でございます。そんなめでたい年にこうしてコラボ作品としてこの公演を打てたこと、とても嬉しく思います。また来年はデビルメイクライ15周年ですし、
その機会にできたらいいななんて考えています。皆様の後押しの方もよろしくお願いいたします。それでは皆様お気をつけてお帰りくださいませ。本日は誠にありがとうございました。トリプルコールありがとうございます。ではせっかくですので政宗。はい、政宗です。ありがとうございます。伊達政宗役を演じさせていただいております山口大地です。本日はご来場誠にありがとうございました。そして今日はですね、なんと DVD を撮影しているということで、お買い上げの皆様、ポテトチップスでも食べながらゆっくり友達と見ているのでしょうか。ご購入誠にありがとうございます。ありました。先ほどひろき君が申し上げていた申し上げて、うん、おっしゃっていたように、うん、今年で戦国バサラ、10周年、そして、舞台戦国バサラは、10公演目となります。歴史ある作品となりました。僕は前回から携わっているんですけれども、ここまで来るとですね、もうバサラは伝統芸能だと僕は思うわけです。間違いない。はい。そして伝統芸能というものはですね、継承していかなければならないと。よありがとうございます。と今回ですね、マサイさんがめっちゃ怖い顔してんだよね、ずっと。後で怒られる、はい、やばい。そうです、ちょっと長くなってしまうんですけれども、ごめんなさい。長くなるの？いや、ならないならない、もうすぐ終わります、すぐ終わります。何を喋っていたのでしょうか。大丈夫、大丈夫か、さっきからそう、まあ、ね、10回目の公演を迎えて、このようにですね、デビルメイクライチームをお迎えして、またバサラも新しい形となりました。これからもどんどん、バサラ、そしてデビルメイクライもですね、進化し続けますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。そして、トリプルコールをいただきましたので、明智光秀役の谷口正史さんにご挨拶をいただこうと思います。よろしくお願いします。なんか俺が怒るから挨拶振ったみたいな感じになってる。大丈夫、これ大丈夫、全然優しいですよ僕は。本日はご感激誠にありがとうございました。はい、まあ、舞台戦国バサラはですね、今までの公演含め毎回新しいことに挑戦するということを、ね、モットーにやってきましたので、まあ、今回のデビルメイクライとのコラボっていう新しい挑戦はもう大歓迎だったわけですが、やっぱりですね、勝手が違ったのはやっぱ相手悪魔ですから、まあ全然違うわけですよ。まあ、そんな中みんなで試行錯誤しながらですね、新しいことをやった形がこのようになりました。そんな中でもですね、本当に一番頑張ったなと思っているのは、僕はですね、この後ろに並んでるアンサンブルのメンバーだと思います。僕はですね、通称イケメンと呼んでますが、もうどんどん行く男たちなので、イケメンと呼んでいますが、彼らの中にはですね、戦国バサラをまだ経験したことがなかった人がほとんどでして、初挑戦が、中にはですね、刀を持ったことがない子も多かったんですよ。そんな中ですね、本当に僕たちより何時間も前に稽古場に来て刀を振りアクションの練習をし、下手したら稽古がない日もかな、アクションの練習をして今回の声に挑んでくれました。それがなんか今まで作ってきた戦国バサラだなとも思います。本番入ってからですね、彼らは汗だくで息を切らしながら、頼んでもいないのに武器を持って待ってるんですね、僕の。
明智さん、お願いします、次のシーンつって、いや、そんなのを見るとですね、涙出そうになるし、たぎって本気で思いっきり殺してやろうっていう、いや、気持ちになるわけですよ。なんかそういう、なんていうか、殺し殺され合いの本気の、いや、本当にね、ゲームだとやっぱり A ボタンを押せば人は死ぬんですけど、僕たちはそういうわけにはいかないので、本気の殺し合いでここに立っているわけです。なんかそういうのをこの戦国バサラ VS デビルメイクライでも、体現してくれたのは後ろにいるアンサンブルのメンバーだと思ってます。そしてですね、彼らを切るために僕らも最後まで負けずに魂込めて切っていきたいと思います。今日もね、多くの仲間が見に来れてましたけど、彼らとつないできたもの、そして新しいメンバーと作ったもの、最後まで魂込めてやってきますんで、もし機会があったらまた出会いに来てください。今日はありがとうございました。それでは締めさせていただきます。本日はご来場誠にありがとうございました。